はい、皆さん、こんばんは。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、クリアアサヒのプライムリッチを飲んでいきたいと思います。一応ね、まあ、プライムリッチということで何が変わったかっていうのが、まあ、わかりにくいんで、とりあえず、クリアアサヒも、ね、この真のやつ、新しくなったやつを買ってきました。まあ、飲み比べしていきたいと思います。で、こっちがアルコール度数 5% なのに対し、このプライムリッチは 6% ですね。最高級のコク、クリアな後味と書いてあります。っていうか、こっちの方がさ、リッチなんだから、もうクリアアサヒのこっち側はいらなくねって思うのは俺だけですかね。もうこれが出たことによって、もうこっちいらなくねってなるんじゃねっていう感じはするんですけど、あくまでこう差別化を図っていくのか、もしくはもうこのクリアアサヒ自体が消えるか。だと思うんです。で、これの、どうでもいいんですけど、このプライムリッチの CM なんかわかんないんですけど、エッチしよみたいな。リッチしよとかいう変、CM があるんですけど、明らかに、エッチしよって聞こえるんです。俺だけですかね。あれ確実に狙ってやってるよな。ということで。まあ飲んでいきたいと思います。絶対あれ狙ってる。と思う。確実に。確実に狙ってる。泡の立ち方は、やっぱプライムリッチの方が泡きめ細かいですね。多分。そんじゃ飲んでいきたいと思います。乾杯。明らかに泡のきめ細かさが違うんだけど。あ、美味しい。うん。プライムリッチの方がコクと香りがある。クリアサヒの方は、喉越し。喉越しと苦味かな。こっちは割とまろやかな苦味があるんですよね。優しい。こっちは結構、ゾカッとくるような苦味があります。それで喉越しがある。うん。こっちはどちらかっていうと、まろやか系ですね。なんか結構甘さがある。うん。うん。うん。甘さがあるね。こっちは、クリアサヒの方は、
結構苦味を前面として出してるみたいですね。で、喉越し。うん。でも、クリア朝日も美味しいじゃん。意外と頑張ってる。四つ星だ、これ。クリア朝日四つ星だな。ずっとなんか、前に飲んだことが、クリア朝日ね。飲んだんですけど、普通にまずかった記憶があるんですよね。で、まずい記憶しかないんですよ。俺の中で、クリア朝日は。もうクリア朝日イコールまずいみたいな。でも、いや、それなりにうまいと思う。うん、ただこのプライムリッチの方がうまい。うん。はあ。これはうまいぞ。プライムリッチ。久々の当たり第3のビール来た。久々の当たりの第3のビール。うん。てか大体がしてこっちの方が色が濃い。うん、色濃いですね。やっぱり濃い。うまい。久々の当たりビール第3。確実にクリア朝日はうまいのは間違いないです。エッチしようみたいな。これ誰だろう。当社新ランジャンル内最高級濃度の原爆銃エキスを採用し、これをクリア朝日製法で仕上げることで実現した。リッチな味わいが特徴のアルコール度数 6% のシンジャールです。はぁ、あ。なるほど。ただね、ちょっとね、気になるのは、この、プライムリッチが現れたことによって、この昔のクリア朝日が、もう確実に人気がなくなるんではないかと俺は思われるんですが、それと同時に、このうまさを、今はまだ発売して割と間もないから、まああれだけど、これ大丈夫って。ちょっとうますぎないかと。ってほどうまくもないんだけど、うん。ま、すぎやしない。から、まあ、あれだけど、最高級のコクとかってなってるから、これ、ま、徐々にこれまずくなっていくパターンかなと。逆にね。うん。逆にこれまずくなっていくパターンかな。という感じはするんです。
あ、ありましたね。CM。ちょっと見てみよう。松下奈穂リッチしよ。ほら、初めまして、プライムリッチ課長。さあ、最上級の国語リッチしよ。確実にこれあれだよ、エロい。確実にエロい。狙ってやってる。これビッチだろ。これこいつビッチや。絶対ビッチだ、この女。松下奈緒確実にビッチだ、俺の予想だと。うん、うん、やっぱりクリア朝日は、あのね、あと酸味が強い。こっちは、こっちは甘みが強いって感じかな。うん、やっぱり明らかにこっちの方がうまい気はするんだけど、明らかにうまい。明らかにうまいんだけど、これを5つ星にするする、うん、難しいね。うまいのは確か。うまいです。間違いなく。うん。確かに5つ星にしてもいいぐらいのうまさなんだよな。スーパー、これ買ってきた。牛肉コロッケ。うん。いや、うまいんだよ。確かに。よくやったと言いたい。クリア朝日を。よくやった。うん。コロッケです。これはよくやったよ。うん。プライムリッチ。これはうまい。確かに。あのね、金麦とかと、あの、味で勝負できる。どうしようかな。五つ星にしよっか。うん。そうだな。で、このアルコール度数 6% っていうのも、あの、クリア朝日との違いで、だいぶ、あれですね。だいぶ違う点で、このアルコール度数が増えたことによって、なお一層、その、味が、うん、違ってきてる。だいぶ。ちょっとこう、アルコールの味が強烈になって、
うん、なってるかなと、いった感じなんだけど、まあ、それは良し悪しだね。うん。でもこれはうまい。非常に。うまいので、うん。5つ星で、久々の、待ち望んでた、これが、第3のビールで。待ち望んでた、プライムリッチ。これは確実に、うまいです。だって見てよ。まず、大体菓子、色がね、違うんですよ、全然。ほら。ほらっつってもわからんか。この色の違い。ほら。全然違うでしょ、ほら。ほら。ほら。ほらね。全然違くない？ね。うん。明らかに味が濃いです。濃い。そして苦味が強い。違う。強いっていうか、うん。で、コクがある。うん。だいぶ違うわ。これは。うん。よくやった。それではご視聴ありがとうございました。